今1日何件書き込みある？多分ぶっちゃけ1万件ぐらい書き込みあるっしょ。だってもうそれってさ、すげえでかい掲示板。やべえ、怖くなってきた。ねえ、怖くない？ちょっと。それってさ、そろそろ目つけられるレベルの書き込み量だよ。ねえ。気をつけような。ちょっと目つけられるから。いや、これ、ぶっちゃけさ、ここだったらさ、なんか、あれだけどさ。いや、書き込んでるのが500人だったとしても、そんだけコメントしてるってことは、目つけられてもおかしくねえから、ちょっと気をつけような。お互い、キュッと締めよう。キュッとな。掲示板の書き込み。昨日、総件数7814件。今日、総数6755件。やば。やば。そんなの全部終えるわけねえわ。これか。ん？ん？なんだこれ。あ、これか。8月20、31で。すげえ。やっぱ1万とか超える日あるんだね。すごいね。熱帯びてきてんじゃねえか、ここに来て。なんだこの熱の帯び方。この一年でやっぱ成長したんだろうな。すげえ。アクティブ人数がめっちゃ増えてる。いい傾向だね。ここの7月、8月ぐらいでわーっつって。なあ、ジュン、今、調子乗って今、撮影予告してるやついるぞ。そいつはもう実際パクられて、本当に涙目になればいい。俺、助けてやんねえかんな。俺、しかも、今日、ちょうど都合よく、みんなやめようねって言ってるの、ちゃんと切り抜いてな。よかった。本当にバカみたいに、そういうのでパクられるやつがいいんで、そいつ都合してるのしょうがねえだろ、だって。俺は、やめような、っつって。本当に警察来るのに。本当に警察来るのに、ね、捕まるわけねえだろ、なんだかんだで大丈夫だろとか言って、本当に警察来て涙流しながら、俺の G メールに LINE してくるのに、しかも最近俺 G メール見てねえから、俺から返信なくて涙目になるのに。今のうち謝っとけ。そしたら俺が消してやるから、本当にすいませんでした、つって。おい、ジュン、そろそろやめとけ。掲示板で通報祭りになってるのはそうなんだ。じゃ今頃書いたやつすげえドキドキしてんだろうな。俺は助けてやんねえかんな。ちゃんと今この場に出てきて謝罪したら助けてやる。俺は優しい大人だからな。俺の G メールに送ってきて、加藤さん放送を通じて謝罪したいですって、泣きながら親と一緒に謝ってたら許してるわ。みんな許してやってくんねえかっつって。あ、それで、あ、なるほどね。今コメントに出して、みんなコピペしちゃうとダメだから、コピペしちゃうとダメだから、必死に伝えようとしてるんだ。あ、なるほどね。お前、それみんな、それそのリスク管理よ。バカ、こういうバカと一緒なんだよ、お前ら。こいつ結局警察に捕まるけど、初めての逮捕者出ちゃうけど、ガチで。お前らそれよ、ちゃんとリスク管理して、俺の視聴者で居続けてな。な？それ。もう俺助けないからな。一人ぐらい血祭りに上がってもいいだろう。成長してるじゃん。よかったよ、俺一生懸命今日説法解いて。ちゃんとな、屍越えていくから、俺らが。俺たちはそうならないように。だから今、お、すごい今、お、ネットリテラシー高い奴らだなと思ったわ。ちゃんとコピペしたらまずいってことが分かって、おい !28905 見ろ !28905! なんでそれ書かねえんだよと思ってたら、自分がコピペしたら、自分もパクられるかもしんねえって、おめえらめっちゃビビってんじゃねえかよ。それでいいんだよ。だからこそ俺たちは自由をもらってるんだよ。な？そうしよう。な。ガチで警察来るから、本気で。それこそが正しい姿だ。だからこそ俺たちは人の悪口を言っても許されてるわけじゃないぞ。責められたら謝るって言ってんだろ。
警察にはパクられねえから安心しろ。なんか、厳重注意で親呼ばれて恥ずかしい思いするくらいだから。で、実際俺のところ連絡来て、いや、まあ許してやってくださいって俺言うから、お前警察にはパクられねえけど、親にそんなことしてたってのはバレるだろうけど、ちゃんと安心しろ。まあ大学クビになって仕事クビになるぐらいだから、まだ更生はできる。安心しろ。飲み物持ってくる。大丈夫だ。お前守られる。しかもお前が仕事クビになったら俺の放送見てくれるから俺的には一石二鳥だし。ちなみに殺害予告したやつは9000件弱の書き込みがある普通の病人。あ、じゃあちょっと囲っときてえな。そういう気違いちょっとなんか囲っときてえな。許してやってくんねえかみんな。そういう発達障害も俺は囲ってあげるって決めてるんだよ。その9000件回してるって考えたら、まあまあちょっと許してやらんこともねえなって思ってます。許してやらんこと、多分今 Gmail 入れたら多分すいませんってメール来てるぞ。ちょっと見てみよう。ごめんな。俺はでもこれダメだっつって、お前これちゃんと言ってあげないと。本当に出来心なんですっつって見てやっから。ごめんなさい、出来心だったんです。殺害予告許してください。許した、みんな許そう。殺害予告しちゃダメだ。謝られたから俺が許した。俺が許したんだからおめえらがガタガタ言うんじゃねえ。俺が許した。こいつは改心した。今ちゃんと謝罪の一件を受けました。許そう。うん、親がかわいそうだ。俺は許した。なんていい国なんだ。許した。許しました。お前マジで気をつけろよ。なんかはしゃぐのはいいけど、お前犯罪、お前で怖かっただろな。お前、俺が一方通行逆走した時の気持ち分かったよな。お前な、なあ、お前一方通行逆走したの分かったよな。お前な、お前、俺、その件、お前、俺のこと全力で擁護しろよ、お前。いや、俺がもみ消してやる。俺がもし来ても、まあ、あれはちょっと許してくれないですか、つって。ほんと言っとく、あれ、知り合いなんで、ほんとすいません、つって。その代わり、お前、1日1000件書き込みしろよ、これからも。お前、そうじゃなくて、おい、じゃなかったら通報して爆破せべ。おい、そいつ何年間で9000件書き込みしてるよ、お前、ノルマな。年末までに、お前どうせ仕事もしてねえだろうから、ずーっと書き込めよ。ちなみにこいつ、7月に俺は剥製を分かってるって書き込みして大人だってた。いや、唯一分かってなかったのに。今日こんだけ、うちの視聴者バカで、本当に、なんか何でもやりたい方だよな、つったやつも、誰一人としてコピペしなかったのに、こいつだけ分かってなかったって。ミイラ取りがミイラになっちまったじゃねえかよ。誰一人、今、すごいいっぱい見てくれてて、誰一人とて、ま、その白線の内側で、まあまあ、わかってますよ、うんこちゃん。俺たちは結局、自由だろ、なんだろ、言ってるよ。ピエロですよ、道化ですよ、って。でも、その中で楽しみましょうよ、つって、言ってる奴が、5000人、6000人いる中、お前一人だけだぞ。お前恥ずかしいだろ、おい。お前、アメリカだったら頭に盾掘られるからな、私はバカです、つって。俺たち白線の内側で大騒ぎしてるだけなんだぞ。おい、飛び越えるぞ、飛び越えるぞっつって、もうめっちゃ反対車線の内側ぐらいから、もう真ん中、両端の白線の一番遠い真ん中で綺麗に整頓してワイワイ騒いでるだけなんだぞ。お前線路のど真ん中から、行ってきやがってよ。でもよかったな。大人になったな。許したよ。ごめん、必要以上に不安を煽っちゃってごめん。今日言っただろ、なんか視聴者おちょくりに来たんだっつって。たまたまお前がな、そのバカで、人必要以上にバカで、そういうあれを超えてしまって標的にされてしまったんだ。こいつ山田に殺害予告してるぞ。もうそれはもうマジでアウトだね。それはもうマジでアウト。俺の、これ冗談で今言ってるから、絶対に警察沙汰にならないけど、それはもうちゃんとした犯罪者。もう。ちゃんとした、もう、普通に、ちゃんと親と一緒に、
捕まる犯罪者。お前ら死ねよ。11位が俺を責めるで野次馬どもが。お前今日からリーダーだ。お前多分これからずっと一生バカにされて、バカにされながら、俺に弱み握られたな、お前な。お前俺に弱み握られたな。よし。それでいいんだ。俺の元で働け。お前俺のサムネ作れ。俺のサムネイル作ってくれよ。嫌か、そんな暮らし。俺のそばにいろ、ずっと。でもこれ真面目な話、ほんと気をつけようね、俺も含め。気をつけようなじゃなきゃ自由じゃなくなっちゃうよ。俺一応多分ニコ生で今俺が一番自由だと歌ってるんだから、ミスターアンチューインと歌ってるんだから、それ相応の不自由さも必要。本当にね、気をつけなきゃいけない。